ひひだるまおこぜ。みなさんこんにちは、トミックです。みんな磯遊びをねするときに気をつけなきゃいけないことってなんだと思う？鬼人でを踏む？赤いを踏む？もっと危険なものあるじゃない。なんだと思う？そうだね、これからやるね。買ってまいりました、鬼だるまおこぜ。今回は鬼だるまおこぜというねお魚でございます。いや、俺が今までやっていたおこぜは何ぞやと。仲間だね、鬼だるまおこぜ。一番やばいのは鬼おこぜじゃなくて、そうだね、鬼だるまおこぜ。おこぜってさ、背びれに毒があるんだよ。こいつの厄介なところはね、こうやってわかる、こう足の裏でさ、あいこいつ踏むやん。踏んだらさ、刺さるじゃん、ヒレが。毒が入って、あ、痛いとかじゃん。踏むじゃん、針刺さるじゃん。そしたらこの針が反応して、毒をビュンビュン吹いてやるよっつって言って、針から思いっきり毒が注入されるんですよ。かなり勢いよく注入される。今回皆さんに見せていこうかなと。本当にね、鬼だるまおこぜはやばいんですよ。まずは何をする？鬼だるまおこぜをお水から出します。絶対にね、あのヒレを触らないでください。絶対にね、そう、おとなしいのがね、さらに厄介なのよ。おとなしいからさ、こう舐めてかかるじゃん。あの素人はね、あ、舐めてかかるわけ、鬼だるまおこぜね。え、大丈夫でしょ、チュンチュン、あ、チュンチュン、チュンチュンチュン、痛い、こうなるから。顔はね、結構こう見栄えはあんまよろしくはないよね。あんまり綺麗ではない。だけども味は結構上品なの。こういうね、形が変な魚ほど美味しいって言うじゃん。まあ、俺の経験上美味しいのよ。まずは背びれを見ていきましょう。これかな、背びれ。あ、出た出た出た。これ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 。これがもうね、びっくりするぐらい動かないのが逆に怖い。これがね、鬼だるまおこぜの背びれね。これがめっちゃやばいんすよ。どれだけやばいのかっていうのを見せてあげる。鬼おこぜと違って、鬼だるまおこぜっていうのは、刺さっただけでは毒はないんすよ。刺さった時に皮がビュンってめくれるでしょ。めくれる時に毒が噴射されるわけですよ。それはね、皆さんにお見せしたいと思います。ちょっと一応毒が飛んでもいいようにキッチンペーパーを挟みます。飛ぶかな。うわ、ほらほら、湿った湿った湿った。わかる？これ鬼だるまおこぜの毒。これ全部毒。この今湿ったの。キッチンペーパーだと染み込む感じか。もう、はい。はい、この染み込んだの。これ全部毒。この染み込んだの毒ね、これ。ちょっと分かりにくいと思うんで、ビニール袋でやります。ほら、で、毒が出た針っていうのはもう結構ね、針が出てるでしょ？これね、毒が出ましたよっていう針。どれくらいじゃ噴射をするのかっていうのをみんなに見せます。うわ、出た出た。あれ見える？ピュッとは出ないな。吸水シートみたいなやつだとピュッて出るんですけども、実はそれ去年動画出してるんで、それを見てもらえたら、あの、お勢いよく飛び出てるんで分かると思います。あー、出た。毒は出るんだよね。うわー、ピュッて出た。間違えて鬼だるまおこぜを踏んだら、足の中にあの針が刺さって毒が注入されるわけですよ。考えただけでもなかなか恐ろしい。これからね、せっかくなんでこの鬼だるまおこぜを食べようかなと思います。さばき方は基本的におこぜと同じです。まずはね、おこぜを締めます。ここから包丁入れて締めます。持ちて怖いよな。頭の、骨を断ち切って締めたら、一番危ないところ、さっき説明したと思うんだけど、この背びれがめっちゃ危ないんで、背びれを切り取ります。鬼だるまおこぜの毒全部取りました。これが毒、やばいぞ。もうここまでいったら、あとはもうスーパーで売ってるタイプのやつなんで、さばきます。よいしょ。この皮を剥いたら、もうあとはね、こっちのもんですよ。3枚におろして、いつも通り刺身カットにしていきます。鬼だるまおこぜ、ほら綺麗な身でしょ。いただきます。あ、醤油かけていただこう。
入れられます。やっぱりね、おこぜ系はね結構淡白で上品な身だから、やっぱり見た目じゃ分かんないね。本当にこれは勉強になったわ、知らなかった。絶対グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。明日のモチベーションのためにも評価よろしくお願いします。